大谷超特大32号本塁打。二王立ち、確信弾にレジェンド呆然。彼のパワーは恐怖でしかない。ドジャースの大谷翔平選手は日本時間28日、敵地アストロズ戦に1番 DH で先発出場。第2打席で2000ぶりの一発となる超特大の32号本塁打を放ちました。年間の本塁打ペースは48本と、自己最多を記録した2021年の46本塁打を上回るペースで量産しています。3回先頭で迎えた第2打席、相手投手ブランコの4球目の速球を強振すると、打った瞬間に本塁打を確信し、二王立ちで数秒間とどまるなど凄まじい一発になりました。打球速度191キロ、29度の角度で打ち上がった爆速弾は135メートルのライトスタンド上段で弾み、超特大の一発に敵地は騒然。実況席も驚愕した様子で、わーお、これはとんでもない打球だ、完全にいったぞ、ここまで打球が飛ぶなんて誰が予想したかと大興奮でした。さらにはチャンスの場面でタイムリーヒットを放つなど、息子の看病のため当面離脱となったフリーマンの穴を埋めるように、大谷選手が打撃面でチームを鼓舞。打率3割1分台、32本塁打は何リーグトップで、一番打者ながら打点もトップに7点差と、三冠王も間近といった位置につけています。一方でリーグは異なるものの、大谷選手とホームラン争いを繰り広げるジャッジ選手もほぼ同時刻に超特大の37号本塁打を放つ活躍。ファンからは大谷とジャッジのホームランは連動してると言われるほど、同日に一発を放つことの多い両者、ここからどのような戦いが繰り広げられるのか、大谷選手がジャッジ選手を追い越すのか、非常に楽しみですね。さて本日の大谷選手のホームランには、 CBS や ESPN に出演していたおなじみのレジェンド、オルティス、ジーター、 A ロッドも本音を語ったほか、1967年以降メジャー唯一の三冠王達成者ミゲル・カブレラ氏も大谷選手の三冠王を確信するなど、愕然とした様子で本音を語っています。経験者が語る三冠王の可能性。この日現地メディアのライブ解説者を務めたミゲル・カブレラ氏は、驚愕の一発を放った大谷選手のバッティングを大絶賛。2012年に打撃三冠王を獲得した経験談を交えながら次のように話しました。彼がホームランを打つたびに思うけど、ゲームの世界にいるような感覚になるよね。ドジャースは誰もが認めるスター軍団なのに、大谷だけ光り輝いて見えるんだ。ほとんどのファンが大谷を見に来ていると言ってもいいんじゃないかな。それほど人気と実力を兼ね備えた選手はあまり見たことがない。目の前で見た選手で言えばナンバーワンの候補に入ってくるね。私は1年目の大谷を見て三冠王を取ることができると言ったんだ。あの時は誰も信じてくれなかったけど、今では誰も疑わなくなった。三冠王といえばミゲル・カブレラという時代ももう終わりかもしれない。なぜなら大谷がいるからね。彼なら一度どころか何度も三冠王を取りそうな気がする。それくらい超越したパワーとテクニックを兼ね備えているよ。何事もなければドジャースのファンは10年間も大谷のプレーを堪能できる。ロサンゼルスのファンは幸せ者だね。このように大谷選手の三冠王獲得に太鼓判を押したカブレラ氏ですが、他のレジェンドからも称賛の声が次々に。メジャー通算696本のホームランを放ったアレックス・ロドリゲス氏も、見事な一撃に開いた口が塞がらなかったようです。ロドリゲスが感嘆、大谷の真の凄さ。ヤンキースのレジェンド OB ロドリゲス氏も、この日の大谷選手のホームランを見て驚きを隠しきれなかった様子。大谷のスイングは毎日進化しているように見えると前置きした上で次のように話しています。大谷のバッティングはもう理解不能だ。毎日コメントを求められる解説者の身にもなってほしいよ。もう彼のプレーを言葉で表現することが難しくなってきた。私は松井と一郎のプレーを目の前で見たけど、大谷は2人を掛け合わせたようなバッティングをする時がある。見たことがないようなホームランを量産したかと思えば、卓越したテクニックとスピードで次の塁を奪い取る。彼が他の選手とは異なるプレイヤーであることは間違いない。
完全に別の世界からやってきたプレイヤーだよ。間違いなくその裏側には血の滲むような努力がある。誰に聞いても大谷ほどルーティンを守る選手を見たことがないと口を揃えるんだ。かなり早い時間からクラブハウスに到着して黙々とトレーニングをこなしているらしい。大谷のとんでもない活躍は努力の賜物だろうね。全メジャーリーガーが目標にするべきプレイヤーだよ。メジャー歴代5位の本塁打数を誇るロドリゲス氏でさえ、大谷選手のバッティングは異次元に見えている様子。同じくヤンキースのレジェンド OB として絶大な人気を誇ったデレク・ジーター氏も、大谷選手の努力の証を見て活躍を確信したといいます。レジェンドも驚愕。大谷最大の特徴、シュアな打撃と堅実な守備でニューヨークのファンを魅了したジーター氏。20年間の現役生活で5度のワールドシリーズ優勝を果たしたレジェンドは、翔平の手はまさにプロの手だねと話した上で、大谷選手の大活躍について次のように考察しました。今日の翔平のホームランもすごかったけど、何より驚いたのはベンチで手袋を外した時の手のひらだよ。何なんだあの豆だらけの手のひらは。全体練習でスイングするだけではあんなことにはならない。室内のケージで打ったり、見えないところでバットを振らないと、あそこまで豆ができることはないんだ。彼はシーズン中はコンディションを優先していると言っていたけど、きっとあれは嘘だと思うよ。間違いなく普通の選手からすれば異常な練習量。ただ、翔平のオフの練習量からすれば軽いという意味だと思う。そうじゃないとシーズン中にあれだけの豆ができるわけがない。彼のここまでの活躍を支えているのは、間違いなく影の努力だね。ポストシーズンに出たい、ワールドシリーズに出たいという気持ちの表れじゃないかな。ドジャースは今年もポストシーズンに進出するだろうし、一ファンとして翔平の大活躍を期待しているよ。最後にご紹介するのは、メジャー通算541本塁打を放ったデビッド・オルティズ氏のコメント。今や大谷選手の虜になっているオルティズ氏は、この日のホームランとともに人間性を高く評価しました。三冠王は通過点、オルティズの本音。大谷選手がホームランを放つや否や、解説を務めたオルティズ氏は興奮気味に次のように話しました。翔平はこの世のものではない何かだよ。何なんだ今のホームランは。とにかくスペシャルな選手だし、この伝説的な毎日を見逃すことはもったいない。私たちは一日中翔平の話をして彼を称賛し続ける。中でも感心したのは彼の人間性だ。何度か翔平と話をさせてもらったが、本当に謙虚でどれだけ大きな存在かを実感していないように思える。紛れもなく生きる伝説なのに、なんであんなにも謙虚なんだ。翔平が日米のファンを魅了しているのはプレーだけじゃない。みんな人間性に惹かれているんだ。今年の翔平はキャリアの中でも貴重な打者に専念している1年。彼ならダントツで三冠王を獲得しても不思議に思わない。そして来年は打者で三冠王、投手でサイ・ヤング賞だ。数年前ならバッシングを浴びただろうけど、今なら否定する人もいないだろう。それくらいすごい選手だし、みんな翔平を愛しているよ。このように誰もが知るレジェンドからも称賛の声が止まらなかった大谷選手。12年ぶりの三冠王獲得も射程圏内の大谷選手は、どんな成績を残してくれるのでしょうか。私たちファンも期待に胸を膨らませながら、大谷選手の毎日の活躍を見守りたいですね。皆さんはレジェンドのコメントを聞いてどのように感じましたか。ぜひ感想のコメントをいただけると幸いです。最後まで見ていただいた方は、グッドボタン、チャンネル登録いただけると、本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。